はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画で行こうです。シティーズスカイライン、ライブ配信始めていこうと思います。こちらのスプリングバレーの街の開発も気がつけば11回目となりましたね。この川の下流に港を建設できるところがありますんで、港を建設できればなと思ってます。いきなり作っちゃおうかな。その後で収支とか考えたらいいと思う。はい、ということで、港を作って、で、整備をやっていこうと思います。いつも通りこちらですね、ツイッチで配信を行っております。ツイッチ、アカウントフォロぜひお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー&チャットコメント Please。 はい、YouTube の、アーカイブ YouTube で、2日後、9日21時にライブ配信予定です。ぜひ、プレミア公開予定です。ぜひ見てください。 YouTubeチャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。 My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタン Please。 This live archive upload 2 days after My YouTube チャンネル。旧 Twitter である X のアカウント持っております。ぜひアカウントのフォロー、お願いいたします。またリポスト、いいねもお願いいたします。ツイッター X マイアカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、では、早速港を作ってみますが、こういうふうに水深を調整できます。で、港を作ってみるが、港はどれだ、これか、港貨物港、今どこにいるんだ。作ります。ちなみにもう
こういうふうに作ってみましょう。ちなみに、維持費が週800、両方ともかかりますね。1960で、まず、これどうやってつなぐんだ。こうなったらつなぐことってできんだ。あら、これみんな、あ、なるほど、通りがあるんで、これをでつなげばいいんだな。感じか。で、通常の、ダメだ、この端でしか接続できないんですね。ならばあまり、ここが2車線で、まあ平坦だから内角的、まあこんな感じでつなげばいいと。一方こっちがどうかな。これは通常の2車線道路だってことでいいのかな。うん、ぽいね。感じかな。で、標高がちょっと、標高差が結構きついんで、この上に行くのはやばいな。
とこれは普通の道路か。感じで滑らかにしてっていう感じやな。うん。こうすることで大丈夫そうだ。ということになると、このこれは旅客の港か。ここら辺はなんか建てるために作りたいよな。今あの需要は結構工業需要が増えておりますんで、住宅をどこに作るかだよな。あとできれば道路もあると助かりますよね。だいぶ道作っちゃいましたが、まあなあ、あとなるよな。山だからな。かといって標高見てもこっちが緩やかに下ってるんだよな。こっち崖になってて、まあ、こっち住宅地、こっち工業地帯っていう感じで作ってみますかね。であと高速道路がをいつ作るかってとこですよね。
これ高速道路だから、これとこれの間を見ると、河口手前かなっていう感じはします。要するに高速道路も作ってみるか。そんなに山手じゃないから、これね、ずっと登っていくんだな。じゃあ、結構難しいな。まあ、まあ将来的な基準かな、ここら辺は。さあちょっと区域を作ってやらないと、まあ、公共地帯がここだろうな。
は一方通行だよな。一通？一通じゃない。住宅地をちょっと増やしていきましょう。こうなると無理だな。近いんだよな。だから。強引に縫い潰しちゃえ。こうかな。公園は？そうだ、公園の効果。水も作らないとダメなんだ。かつこの辺つなぎますかね。ポンプ場1個増設。そうそう、ポンプ場が足りなくなってきそう。火力発電所を作り直すのか、それとも予算を上げるのかだな。予算だな。うん、地下鉄ってこれなんだ。地下路面電車か。あ、まあでも地下鉄もよ、
結構公共交通機関も少ないんですよね。足りないのは結構ゴミなんで、このまま行くとゴミがやばいんで、作っときましょう。商業地帯も作らないといけないよね。商業地帯が、そうだな。と水と取れるのかっていう問題はありますね。今雨降ってるから水取れるのかもしれないけど、これってちゃんと先へ進めないんだ。あんまり関係ないよな。冬になればなるほどこういうふうに上に拾わないといけません。燃え落ちた？焼け落ちた建物はね、
早く対策しないと。何が落ちたんだ。炎症してる。すごいなここ、ここの渋滞なんでこんなに発生してるんだろう。この辺昼夜のサイクルですね。あ、鉄道へ結ぶ道がここしかないのか。まあ、結局トラック作るしかないですからね。住宅地なんだ。住宅地しちゃってるからな。あとは上りになってるからな。鉄道かな。でもここに、この辺に道作ったとて結局この辺で降りるの変わらないだろうな。ここであんまり降りてくれない。気になるのはここであんまり降りてくれないんだよな。ここばっかり降りるんだよな。マウスを拭くボタンをこういうことか。ちょっと待ってよ。ここからこう伸びて、ここは合ってるから、あ、ちゃうわ、三車線で、
構なかなか接触しちゃうよね。高さだよな。でこれで こんな感じか。高さがこうなってるな。感じか。なんか先を見据えて結局次のジャンクション作っちゃいましたけど、ここかな、ここねかな。
こう下がくぐるような、だから一旦これ撤去かで、これで、こんな感じで、で再度地味に作ってますね。気がついてるかついてないかか、上に上がらないな。こっちがダメだな。これなんで線を押さえてるんだ。一応大変な方を終わって、高速道路だよな。
スデね、短すぎるよな。感じか。で、こんな感じか。こんな感じですね。なんか余計に作っちゃいましたが、まあ、先のことを考えるとこれでいいのかな。電力が足りない言われてる。そっか、発電所がいるよな。これは全部こうするんだけど、水が足りない。で、電力が通じた。こっちはどうだ？まだだ。まだ。じゃあ工業の需要がない。これ何？あれ？これ、あ、焼却炉か。焼却炉で補ってんだ。
日はまだ足りる。質量はまだ足りる。ちょっと下水に多少不安はあるけど、まあしばらくはなんとかなるでしょう。汚れてるな結構、あの下水道、下水の影響受けないのかな。フィッシングアイランド、足の部分は接続できないのか。やめといた方がいいな。ならば、
かな。お金使っちゃってるよな、もったいないな。水がない、水ない、あ、水ないな。電気が足りない言われてる。電気足りないんだ。本気出した。でもまだちょっと足りないのかもな。だから運用費をもう 1% 上げておくとかかな。稼働中、まあ問題はフェリーが来るかどうかだけど、あ、来た来た来た、なんか来た。これ貨物両方とも旅客輸送に見えるが、うわ、ガタガタ言ってる。うわ、強引やな、もう強引に通過していってる。だあっと、これぶつかってる、ぶつかってる、危ない危ない。合体してる、合体してる、やばいやばいやばい。ちなみに全然客いない。出発してる。ある。あ、輸出してる？輸出してそう。こんな感じだな。ゴミは大丈夫？ゴミはちょっと危機的状態だな。もう一個作らないとあかん。やっぱり評判は悪いのか。
るいよな、そりゃ我慢してくれ。こんな感じか。でも人が足りないんだよな、だからためにはこんな感じだな。ここも作らないといけないよね、そのうち。学校は、ここに作っとこう。なんだ、商業地域か。金がなくなるまで返せんた。マジかよ。ひどいな。そりゃ放棄されるわ。金がなくなるまで返せんたって直球すぎんだろこれ。どんだけブラックなんだよこれ。
くいですね。お金がね問題だよな。鉄道がここにあるんだな。それは大丈夫、まだ足りる。なくなるまで回線タワーやばいな。交通量をどうやって確保するかですね。あるよね。学校は？学校はまあまだ不足はしてない。病院が1個休んで、病院の整備を1個だけしていいってことかになる。すごいことになってる。ここだと死ぬよね、人が。やっぱ人死ぬかも。水は一応あることはある。増やしとくけど、下水道がそろそろ不足してきそう。死者が増えてるね、やっぱりね。平均寿命が71年、まあ、これはいいんじゃないかな。墓地があって小児医療センターだ。やっぱりここはかすがいですからね。子供は作っないるよね。ということで作ってあげましょう。ここはかすがい、これです。これですよ、これ大事。であと、なんだ、サウナか。
組んだってどこ向けだったっけな。サウナって作ってる。これサウナだっけ。サウナが作られてんだ。青少年に医療サービスを提供します。青少年は提供する。裏を返し見るとっていうことですね。はい、まあしばらく安定するまではね厳しいよな。なかなか良いんじゃないでしょうか。ここ電力が足りないと。まあそうだ、そりゃそうだな。じゃあ焼却炉出番ですね。焼却炉が焼却炉を隣に置くんだからな。地獄だな。温泉ってどこまで起こるんだろう。まあいいや。あ、違う。間違えた。施設ボロボロだなあ。まあ一つは作ってやらないとダメか。ちっちゃい公園だけど、バスもいずれ走らせたいとこですね。ちなみにこうなってるから港と港を作るバスを整備しよう。
ってなんだ、そういうことか。これ車庫だから路線か、路線図を作らないとダメだな。ん？ちょっと待って、これ一通にした方が良いね。あれ？なんで？あ、ダメなんだこれ。感じかな。ちょっとやばいけど。人口がな、見ないんだよな。ここもそう、人口不足だろう。多分バス走らせることで、バス公共通交通機関って。それほどお金がかかるわけじゃないんですよね。で、これ路線完成と、こういう風にしてバス作ってやることで、多分輸送してくれるんじゃないかなという期待はあります。多分人口が足りない、結構廃墟になってしまう原因の多さって人口が足りないとこなんです。はい、ちょっとこれを1個増やすか。なんだこれな。
んかな、あんまり良くないな。で、これで、となるとどうなる？あ、こっち側はあるんだけど、こっち側はダメだな。増えない。どうなる？あ、作り直すと結構いいんだ。でどこに立ってる？学校はここ立てるか。大学はまあこんなもんだろうな。大学なんか高校より大学の比率の方が多いな、気になりますけどね。路線はラスト、これはのみかな。でこれなんだけど、あ、バスって選択できるんだ。あのバスの形、連接バスとかあるんだな。
のバス、系統のバスだと、ただあまり長い形のバスだとバス停で邪魔をしてくることがあるらしい。この緑の系統は結構人気出そうだな。濃い緑の系統これだと思う。車両変えてもいいかもな。連接バスにしよう。安定するまではちょっとあれするよな。トラックの運行がどういうふうに運行してるのかっていうのが結構謎かもな。結構でかいもんな。3車線に凄いことになっているけどな。
こっちの鉄道があるんだ、こっちにも。この鉄道を利用することも可能ってことですね。鉄道ってどうなってんだっけ。あ、なるほどな。そして工業地帯エリアはここか。鉄道駅を貨物駅つかないといけないんだよな。道路脇つかないといけないから結構制約がでかい。これで水はちゃんと供給してあげる。ちょっと待って、高速道路を一応つくとこう。これって作れるの？作れるね。まだだな。
氷は別に苦労しないしな。アップグレードできない。あ、でもそんなにないな。何が足りないんだろう。一応公園あるんだけどな。そういうのは足りない言われちゃってる。てか公園っているの？そんなにいらんしな。そうなんだよな。
ス路線見てみると、まあここはバスつながってるよな。でモノレールを路線につながってて、基本的に幹線通ってるやん。幹線通ってたら、これかな？違う、これじゃない。その一つは後か。バスがあるんだけどな、ダブルデッカーとか。ん？なんでバスがここにあるの？通ってんだ。あ、多分あの回送だ今。回送で、あのバスが取るようになってんだ。列車来ないのか、本当。いや、来てもおかしくないんだけど。工業地帯が今ないんだよな。だから鉄道を走らせるにしても この寿命ってそんなに、需要ってそんなになくって、延長し始めて生きてくる感じはあるよな。車線の道路がない。あ、ここにあることはあるけど、どこか。
水が足りない、あっ、通った水が、足りてない、なんと小児医療センターが火事です。うわやばいやばい、早く消し止めてくれ、よかったよかった、まあ、ガス害ですからね、線は余裕あるんだよな、ここら辺。区域は住宅地しましょうっていうとこかな、あでも住宅地するとダメなんだ、こう騒音公害とか言われちゃうから、なんだよな、騒音公害があるんだよな、
これ道路をちょっと拡大した方がいいかも。ダメか。だけ住宅地にしといて、商業地しちゃダメかな。もしかしたらここで。するかもしれんけど、島急すぎますってのこんな感じだな。改良して。ここについても。
るかな。ここはまあいいや。学校ってある？学校はちょっと小学校が不安要素だな。小学校こっち側にあるのか。小学校だからこっちいらんな。中学校の方が欲しかったぐらいだ。その大学ってどうなってるかっていうと、高校がここか。当然ここに置かれるよな。で、ここはここじゃないよな。で、ここは低コストだな。道で差を、格差をつける。
需要がほぼなくなったな、ここへ来て。なるほどな。工業地帯は工業地帯はここだから、工業地帯、商業地帯はこの辺とかか。あとまあ山手に置いてもいいかもな。ギリギリだな。ちょっと予算を、ゴミ予算を下げよう。 1% だけでいいや。電力代も 1% ずつ下げてもいいと思う。教育代な、教育代でも設備の感覚は縮めちゃダメなのかもしれないね。公園は？公園がそんなにない。あ、つながった。こことここつながるんだ。ここはいるよな。ここから先どうするかわからないけど、掘りたいな。掘りたいが、そうか、掘ってもスペースがないからまだ無理だ。人が足りないんだよな、まだ。
まあ、最初しばらくは世代間バランスって悪いから、ついたり消えたりしてんな。本当密度が高いですからね。だからあんまりたくさん作らない方がいいんだよな、本音とし本当は。たくさん開発しない方がいい。してるな、相変わらず。地下鉄は人気あるのはいいんだけど、設置しても儲からないのかな。すごいな、高層ビル。タワマンだな。今なんかおかしかったよ。
これああこれやらかしてるわ。病院だ。病院ですね。ん？診療所と病院しかないのか。どこに行ってんだ。でもやっぱりつないだらつないだらちゃんと需要はあるんだよな。自体のやっぱりね需要が広まらないのはまあちょっと困ったもんだけど、このスペースはちょっと工業地帯のために開けておこう。まあ、あの人口比がしばらく安定するまでは待った方がいいと思うんで、今日何日だっけ？今日7日か。
商業地帯だっけ、商業地帯と住宅地帯の組み合わせか。それってコスト抑えられるのかな、信号機がなくなったら。しばらくは、電力が足りない。あれ、ここ電力足りないって言われてる。あ、電力足りないんだ。電力予算をちょっと上げてやらないとな。これでどうだ。あ、足りないんだよな、まだ。モノレールが世界最強。本当かな。微妙だな。積載率 32%。
こら辺そんなにトラックが行ってないってことは、行ってるか。うん、人口推移はご覧の通り、資金は横ばい、予算はちょっと増えてる、都市の価値は微妙に上がってんな、税収は増えてるね、流入は分からんな、流入ギザギザだからな、これ単連続平均で見ないとダメだと思うんだ。出世は増えてますね。いいね。死亡者数も増えてんのかな。まあ、雇用率はご覧の通りちょっと落ちてる。落ちてるって言っても97と96間で安定してるからな。ダメじゃない。休日は順調に増えてる。教育水準はちょっと落ちてるな。学生数は上がってるんだが、観光客がまあでも170だから少ない中の上がり方だもんな。観光収入はまた順調に上がってはいますね。国土は横ばい、住宅商業は上がってる、産業はちょっと上がってるけど需要がそんなに高くないからないな。囚人は横ばい。さ、警察今回全然、警察と消防は手つけてないんだ。輸入は増えちゃってるよな。でも輸出も増えてるから、輸出が3000、輸入の方が全然まだ多いもんね。こう輸出を増やさないとちょっと収支に影響があるんで、まあこれが人口構成が世代構成が安定したら多分こういうふうに人が足りないですよって不足することは多分なくなると思うんで。それでもまだ住宅作れって言ってんで、住宅は作ります。住宅需要はもう旺盛ですね。大学全然足りないな。今5箇所にあるんだ。5箇所にあるけど全然定員数満たしてないんですよね。それだけ赤字なわけで、だって教育費用結構かかってんのに、大学全然行ってくれないってことは、ここだと定員オーバーだろう。ここも定員オーバーか。つまりここの高校は余ってる。作ってあげないとダメだな。ここはもう一応大学がどこだ。大学はここにある。ここの大学はいるんだけど、大学作ったのは失敗だったな。まあでも分からんな。大学ここ大失敗やん。
なんで人全然入ってないんだ。稼働言ってるけど。なんでこんな大学稼働しない、稼働してないんだ。いっぱいですね。こんなんショッピングモールとか建てた方がいいやん。ショッピングモール建てたり植物園建てたり、ドックスプラザ建てたりの方が、うん、全然ええやん、バスケットボール地価も上昇するよ。あとはトラック度が上がるんだ。駐車場とか、駐車はそんなに必要ないけどな。なんかちっちゃい、ゲーミングなんたらかんたら、ストーンヘンジかな、キオスクか、キッチンカー、屋台立てた方がいいよな。あとこれなんか、観光用か。ブルクモンとか、あ、これはそんなにいらん。サカスタジアムは買ったもんな。産業の像なんかすごい高いんだが、ショッピングの像は物を買うことこそが至福だってことを思い出してくれましたって。これってあくまでそういう感じなんかな。医療センター、あ、医療センター、医療センターって建設されてないよな。これなんだ、税務署だ。核融合発電所を建設するために有効です。核融合ってどうだっけ。まあでも公園があるから占拠されてんだろうな。
どこ取るんだっけ。医療センターはいるからな。本部な。どこだ？温泉はしてるけどな。電力足りないわけじゃないしな。まあまあ。でしたらこの辺も多分作れて、新たな工業地帯作れるようになると思うんでな。ということで、セーブして終わりにしましょう。まあ、結局いきなりもうエイヤっていう風に、は？何？なんで？なんで水が出なくなったんだ？急に。あ、さすがに一時的な現象だと思う。止まっちゃうんだよな、なんで。いや、
恥的な現象でしょ、さすがに。何が原因か分からんけど、あ、だいぶ水も増えてきました。追いつきろうとしてんな。あ、でも動き出した。完全に座礁だよ、普通の船だったら。あ、でも治りましたね。ということで、この航路とか変えられないんかな。インフラもとか、建物を面してる岸建設してみましょうか。あ、そうか、こっからも取ることはできるんだ。あたに、まあ、ちょっと汚水があるけどね。なのかな、汚水じゃなくて、地面じゃないかな。浅いんだよな、ここ多分。赤字になってる気もしないではない。はい、ということで、見ていただいてありがとうございました。Twitch で、今回配信を行いました。 Twitch アカウントフォロー、リポスト、Twitch アカウントフォローぜひお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。アーカイブを YouTube にアップロード予定です。2日後9日21時に上げますので、ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。YouTube マイチャンネルアカウントフォロー&チャット、YouTube
This Live Archive My YouTube Channel YouTube Channel Channel Subscribe Do and Good Button Please。Twitter X、旧 Twitter である X のアカウントぜひフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。Twitter X、please リポスト and good ボタン and アカウントフォロー please。ということで、シティーズスカイラインライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。